はいどうも、ワドツです。今日は2019年3月の4日朝の7時1分です。今この前コラボしたドクター M さんとの写真を現像している最中です。楽しんでいってください。よろしくお願いします。ラスト1枚ですね。5枚ピックアップしてラスト1枚です。よろしくお願いします。最後よし、頑張るぞ。よいこさん、ワドカンお疲れ様です。おはよう、よいこさん。やばいの撮る、やばいよ。天才だよ、俺。天才。天才だわ。天才だわ。
さんおはよう。おはようございます、なつさん。おはよう。いいね、ありがとう。ローから JPEG に変換してるんですか？そう、ローをいじってますね。現像作業っすね。現像作業。さん、俺も写真やってます。ライトルームをとフォトショップオーダー補正してから現像するので、うん、気が遠くなるほど時間かかります。時間かかりますよね。大変っすよね、一枚の写真。写真やってるんすね。いいっすね。長いんすか、もう。トイレ行ってくるわ。うわ。
ナッツさん、初めてデジタル一眼レンズを買ったのが2003年で、うん、フォルム時代を合わせると20年以上です。おー、ベテランじゃないですか。大先輩じゃないですか。もしよかったら絡んでください。ぜひ。僕、映画撮りたくて、で、カメラ買ったの、α7 買ったんですよ。で、写真もやっていて、まだ半年の小僧です。α出たての頃買ったんで。まだ写真やって半年っすね。今、現像してますね。こんな感じですね。今、現像中っす。ライトルームっすね。ライトルームっす。もしよかったら今日のやつツイッターにあげるんで。おはよう。おはよう。へっし。おはよう、もうおはよう。写真やばいよ、えぐいよ。あ、ボン。ボンなんかもうこれやべえって震えると思うよ。さっきもうドーパミン出まくっちゃって手が震えるぐらい感動したんだよ。見る？ボン。えぐいよ。ボンは絶対俺の感性近いから、やべえって言うと思う。もうさっき感動して手が震えた。見る？猫の目さん、おはよう。やばいよ。これ、やばくない？すごいっしょ。自分の天才性に震えた。やばくね？天才だわ、やっぱ俺。自分で撮った写真でこんな感動するとは思わなかったよ。天才だよ、天才。写真の才能があることは認めざるを得ない。あざす。あざす。一番の褒め言葉。本さん、良い影の使い方とかが際立ってよりセクシーになってる。うん。思います。これも漫画を読んできたおかげですよ。漫画を読んできたおかげです。ボンさん、猫の目に書いちゃった www おはよ。猫の目さん、わらわらわら。みーすけさん、おはよう。みーすけ、おはよう。やばいよ、みーすけ、俺天才だよ。みーすけ、天才だよ、俺。改めて自分の才能に震えてるよ。ボンさん、髪の乱れ具合とかも良い。やばいよな。みーすけさん、何？いや、写真。
天才だって。天才なんだって。天才なんだって。やばくない？今最後の、この写真が最後ベストショットで仕上げてるんだけど、天才なんだって、やっぱり。5枚ピックアップして、5枚。これもえぐいでしょ。やばくね？これがやばい、とにかく。天才なんだよ。みーすけが見つけた才能は本物だったよ。見えた。タイムラグがあんのかな。みーすけさん続ってする。いや俺さっき手震えて止まんなかった。10分ぐらいずっと手震えてんの。泣きそうになった。涙出そうになった。やばいでしょ。カメラ始めて半年の小僧じゃないよ、もう。天才なんだって、本当に。自分の才能が怖い。え、悪い意味でってこと？ゾクってするってどういうこと？やばいでしょ。いい意味でだよ。いい意味だよ。みーすけさん、ランキングポイント 300PT。 ありがとう、マカロン、ありがとう。黒ごまをプレゼントしました。マカロン、ありがとう。マリルボーンさん、自分の思ったイメージ通りに仕上がってよりいい作品になった。ハイスペックのパソコンがあったらもっとサクサク動くんだけどね。難しいところなんだよな。いや、自分の感覚を信じてよかったよ。三自己満足のオーナー。いや、自己満のオーナーだよ。何がいけないんだい。自己満のオーナーだよ。間違いないよ。そうだよ、自己満のオナニーだよ。CPU は i7 ですか？いや、i5 ですね。i5 です。ノートパソコンっす。レッツノート。ブラドメリーをソングバカらしい暇があるなら高熱費払えば。え？
完成。完成しました。よし。完成です。終わった作業。キャバ嬢さんなんだこのおっさん、驚愕。このおっさんはオナニーおじさんですね。ナッツさん、愛護でローいじるとかなりもっさりしちゃいますね。きついっすね。完成しました。お疲れ様です。完成です。完成です。終わった。今回1000枚撮って、1時間半の撮影で1000枚撮って、ピックアップした5枚の写真、完成しました。お疲れ様です。ポンさんいいねを20個プレゼントしました。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。終わった。愛されたリスナーさん、和道さんは日本を代表するアーティストだと思います。ありがとうございます。終わりました。できました。完成です。お疲れ様です。できた。終わった。完成です。5枚ですね。完成しました。職さんお疲れ様です。お疲れっす。時間かかったね。時間かかったけど完成しました。無事に。1枚目。2枚目、3枚目、4枚目、これがすごいね、5枚目。どうでしょうか。1、2、3、4、5。和道の世界っすね。よいしょ。ん？これなんだ？なんでこんなアップなんだ。いいね。どれも個性があっていいんじゃないかな。ちょっとこれ風俗写真っぽいけどね、これね、なんかカンクエステっぽいくなっちゃってるけど。直三4枚目がいいな。これがすごいね、えぐいね。これはこれえぐいね、うん、じゃあ M さんにちょっと連絡取ってみっか。起きてっかな、今の時間。M さんに連絡してみようか。この時間寝てっかな。寝てるかな。
上手くなってるね。確実に。確実に上手くなってるよ。悪くない。疲れたわ。タバコをくぐらせ。疲れた。達成感半端じゃねえ。達成感半端じゃねえわ。嬉しそう。パフェありがとう。後半の2枚特に冴えてるね。この2枚はえぐいよ。これとこれ、これは映像の勉強やってきて、本気でやってきてよかったなって思うね。これとこれはえぐいね、この二つ、うん。これちょっと風俗っぽいからカットになるかもしんない、これは。もしかしたらなくすかもしんないけど。まあ、これはね、いいよね。1、2、3。3がちょっと微妙かな。3カットするかもしんない、もしかしたら。なんか韓国エステっぽくなっちゃってるから。これはね、化粧品の CM っぽいよね、ちょっとね。これは洗濯の CM かな。これ風俗になっちゃってるね。これとこれはえぐいよね。これとこれはえぐいと思うよ。これ好きだな。 M さんらしくない表情っていうか、少女っぽさっていうか、うん、可愛らしさっていうのを引き出せたかな。どう？みんなから見て何点？悪くないでしょ。これはさすがにアンチも認めてくれんじゃねえかな。頑張ったんじゃねえって。疲れた。
神に愛されたリスナーさんアンチはぐぬぬ状態だと思います。どうなんだろうね、照明下手くそだとかなんだかんだとかすげえコメントクソ書かれたかんね。作品見ねえでよくディスれるよなあいつらな、腹立つよな。確実にうまくはなってると思うんだよね。いい企画だった。いいコラボだった。寒い、冷える、寒い、暖房直して、3番ないな、3番ないな。缶無料だよ。今持ってるものは全部出せたね。これで次に行けるよ。3番ないな。3番カットしよう。3番ない、やっぱり。3番削るわ。3番はない。ニンニさん、おはよう。おはよう、ニンニ。3番ないな。早うにんに、この4枚でいくわ。3番やっぱりないよ。この4枚でいきます。この4枚でいくわ。テイストが全部違うし。3番はカットしました。か 4枚だね。1、2、3、4、この4枚でいきましょう。ストーリーもちゃんとタッチが違う4枚で。多分 M さんのこと知らない人いたら同一人物に見えないんじゃないかな。同じ撮影環境、同じカメラで撮った映像に見えないと思うよ、多分。これとこれが一緒のね、現場で撮った写真だと思わないもんね。それくらい個性がある4枚撮れたっていうのは、まあいいんじゃないかな。と思いますけど、僕は。いい写真だよ。特にこれがね、やっぱ神がかってるよね。ありがとう、拍手ありがとう。疲れた。寒い。
寝ようかな。ツイッターにあげますか、じゃあ。ツイッターの文言を決めないとな。ツイッターの文言を決めないと。ツイッターにあげまーす。3ハートを3個プレゼントしました。ありがとう、ハートありがとう。
ミヒロイさん、おはようございます。おはようございます。ゆうやさん、おはようございます。おはよう。今から仕事に行くので、うん、また枠やると結果を出します。よろしくお願いします。ゆうやちゃん頑張って。てら、今ツイッターに上げました。もし写真確認したい人いたらツイッターの方をご覧ください。いいねボタンとリツイートをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめん、一回消すわ。タグつけるの忘れた。
タグ付け忘れた。ツイッター消さないと。間違えた、間違えた。ごめん、もう一旦消します。ツイート。ごめんなさい。ごめんなさい。間違えた。写真を。DRM さんおはようございます。OM さんおはようございます。今タグ付けやり直してるんでもうちょい待ってください。タグ何つけようかな。ごめんね、M さん。どうでした作品。ポートレート、写真、アート、アートでいいかな。DRM さん配信で現像してくださってたんですね。あ、そうそうそうす。配信で作業枠で僕作業やるときずっと枠回しながらダラダラやってて。M さんのリスナーさんも来てくれましたよ。M さんのリスナーさんから合格いただきましたんで、いいねって言ってもらいました。どうでした？M さんありがとうございます。あ、とんでもないです、とんでもないです、全然。あ、ありがとう、バーガーありがとう。あれ、なんだろうこれ。写真。ツイートしよう。
これでいこうかな。あ、今ツイートしました。DRM さん、私のはいかがでしたか？いや、くっそ笑いましたよ。くっそ笑いましたよ。あ、いや、くっそ笑いましたよ、本当に。いや、リスナー爆笑しましたよ、本当に。なんでケチャップかけてるのって聞かれましたけど、知らんわって。それ M さんに聞いてくれっつって。俺、それは M さんに聞いてくれですよ、ほんと。知らんわっていう。今ツイートしました。いいね、ありがとう。写真ツイッターにあげました。一個一個あげてきます。いいね、ありがとう。いや、もう、生主ですね。M さん。M さん、立派な生主ですね。完全に。ああいう笑いを求めてるっていうのは、僕、M さん生主だなって、配信者だなって思いましたよ。M さん、昨夜自分でメガネかけて潜ってみましたら、あれよかった、水が入って苦しかったですね。あ、全然全然、いや、あれよかったっすよ。 M さんの自撮りのセルフポートレートのやつよかった。ごめんなさい、ああいう風にやりたかったんだなっていうのがギャグになっちゃってごめんなさい。モデルが悪かったっていう。あれそうなんですよ、鼻にガッて入ってくるんですよ。痛いんですよ、ブワーってなりますよね。そう、痛いのあれ。ツイート2枚目ツイートしました。ツイートしました。3枚目いこうか。3枚目、3枚目は3枚目アップします。3枚目、ツイート、3枚目、3枚目で、4枚目、M さん、いえいえ、あれはワド監督でないとできないものでしたので、私はものすごく大満足です。心よく受けてくださって感謝です。腹立つわ。腹立つわ。面白かったですね。またやりましょうよ、またぜひ。あの、時間を置いて、なんか半年に1回ぐらい、今度またメンバー増やしてやりません？写真好きな人集めてね。これ定期的にやりましょう、うん、面白かったっすね。最高でしたよ。DRM さんですね。スタッフさんにもよろしくお伝えください。ああ、もちろんもちろん。
奥さんいいねを20個プレゼントしました。ありがとう。ありがとう。ポンさんバーガーを2個プレゼントしました。ポンさんハートを2個プレゼントしました。DRM さん今リツイートさせていただきました。ありがとうございます。全部ツイートしました。で、どうします？ローデータ入れます ？JPEG データ、現像データ、どうしたらいいですか？一応この4枚ピックしたんですけど、使えそうな写真を最初1000枚の中からピックしたのが10枚ぐらいだったかな。18枚ぐらいピックして、で、最終的に5枚現像して、ピックしてピックして5枚現像して、 DRM さんありがとうございます。どうしたらいいですか？ローデータがいいのか、それとも現像したもう作品になってるやつを送ればいいのか、どうします？そのラインのサイズでいいのか、でかいやつで送ったらいいのか、どうした方がいいですか？どうしましょう。どうしたらいいですかね。DRM さん、ローも欲しいですね。了解です。レタッチしてないローを送ればいいですかね。どうしよう。ロー、この4枚でいいですか？まあまあ、もう何度も何度も見て、一番良かった4枚だったんで、間違いないとは思うんですけど、どうやって送ろう。そうですね、じゃあ元のデータ送りますね。元の4枚送ります。どうやって送ろう。ギガファイル便で送れるかな。ギガファイル便でロー4枚送るっていう感じでいいですか。ロー と、4枚。ギガファイル便使えるかな。ちょっと待ってね。DRM さんありがとうございます。ギガファイル便で送ればいいか。これ何ギガまでいけるんだっけ。まとめる
ファイルを一つ以上。ファイル名。ちょっと待ってくださいね。やってみますね。俺もあんま使ったことないからわかんないんだよな。ファイルを移動して。で。DRM3 圧縮してます。圧縮してない。ね、送りました。DRM3 だとデータでかいですかね。わかんない。今 LINE で送りました。 LINE ちょっと確認してみていただけると嬉しいですね。ダウンロードできるかどうか。まず完成品から、金魚姫さん、ランキングマカロンありがとう。 100PP マカロンチョコレートをプレゼントしました。金魚姫さん、ありがとう。ランキングポイントマカロンありがとう。マカロン黒ごまをプレゼントしました。ありがとう、サンキューです。金魚姫さん、ランキングポイント 300PP マカロン黒ごまをプレゼントしました。ありがとうね。で、お、取る、ダウンロードできたかな。今度は、今度はもう一回やるか。いけるかな、どうだろう。ルシスさん、放送お疲れ様です。おいっすー、お疲れっすー。どうもどうも、お疲れ様です。
シスさん、今日中野に行きます。今日中野行くんだ。今日は何遊びに行くの？何しに中野行くの？R M 3今スマホなのでスマホだとできないですね。スマホではできないです。スマホでは無理です。無理です。JPEG の方はいけるのかな。どうなんだろう。まあ多分これでダウンロードできるはずなんで、もしあれだったら教えてください。っていうか完成品じゃあスマホの方に送りますよ。あとでダウンロード。確かね3日かなんか忘れちゃったけど。そんな感じだったんで。しんちゃんママさん、おはよう。おはよう。今送りました。4枚。スマホだったら、こっちだったら簡易的な、ちょっと圧縮されちゃうけど、LINE で。これでいけると思いますね。インスタグラムにはあげないと。いや疲れた。でも3枚目4枚目は神がかってるよね。特に俺この写真はすっげえ、この表情の M さんすげえ引き出せたのが嬉しくて、そのこれはね多分ね M さん自身もあまりしない表情だと思ってて勝手に決めつけてるんだけど、これは良かったね。あと、まあ、かっこよさで言ったら、レタッチのかっこよさで言ったら、これがうまく表現できて。これは手震えたね。10分間ぐらい震えが止まらなかったね。かっこよくて。自分の作品でかっこいいかっこいいって言ってたもんね。アホだよね。でもまあ、正直手応えはあったかな、だいぶ。3枚目、4枚目に関しては、いいんじゃねえ、みたいな。池上氏の家に行って PC で、うん、しに行く、うん、しんちゃんママさん写真もやるの。ツイッターに上がってるから見てみてよ、しんちゃんママ。俺のツイッターに今写真完成品あげたから見てみて見てみて見てみて。増田剛さん、おはようございます。おはようございます。スーパークリークさん、和田さん、おはよう。おお、スーパークリークさん、おはよう。ルシスさん、写真いいですね。写真よかった、いいねボタン押して、もしよく気に入ったらリツイートして。スーパークリークさん、おはようございます。 TRM さんですね、から、うん、こんなによくしてくださってありがとうございます。いやいやいや、 M さんがいなかったらこの写真撮れなかった。すげえありがとう、本当に。一緒に作った作品なんで。すげえ感動してます、僕。クリックさんありがとうね、マカロン。いやー、本当にありがとう。なんか、最近写真撮ってるんだけど、権利の関係で上げられてなくて、自分の技術を向上してんのをリスナーさんに発表できてなかったんですよ。ですげえ気合入ってたんで、でも、まあ自分的には納得いく作品ができて、うん、3枚目と4枚目は特にその何だろう、自分的にはカメラマンとして自信ついたんで、本当にありがとう M さん。またこれからもよろしくお願いします。このスーパークリークさん、うん、いいね、ありがとう。10個プレゼントしました。いいね、ありがとう。スーパークリークさん、うん、ハートありがとう。サンキュー。うん、なんかその4枚のテーマも、あのレタッチ、同じ空間で撮ってないような雰囲気、全く別の場所で別の写真家を撮ったような雰囲気で、その自分の課題でもあって、そういう風に作ったんで、4枚ともニュアンス変えてるんですよ。ちょっとテーマを変えて現像してて、
なのでまあその辺を楽しんでいただければ。応援して、応援して、いっぱい応援して、頑張るよ。みんなが支援したり応援してくれた分、俺は応えるから、ちゃんと、ちゃんとやるよ。うん、頑張るよ。和道に撮ってもらいたいっていう人が増えたらいいな、これで。これをきっかけにね。いや楽しかったな、最高だったね。DRM さん、うん、私はあまりにもワド監督が素晴らしすぎて4枚に収まりきらなかったです。同じ空間で撮ったとは思えない、このなんかあのいいよね。なんで一人で、しんちゃんママさん、うん、ドババでも撮ってもらえるの、わらわらわら。全然撮りますよ、全然撮りますよ。いろんな作品撮りますよ、僕は。依頼があれば、うん。全然やりますよ。いや楽しかったな。いい写真だよ。いい写真、本当に。しんちゃんママさん、秋に東京行くだよね。あ、そうなんだ。スケジュールはね、その時に忙しいか空いてるかは分かんないからあれだけど、仕事行ってくるわ、うん、WWW やべだ、行ってら、WWW またまたまた、行ってらっしゃい。今日は雨かな、また。しかったな。しんちゃん、ママさん、おばば、頑張る、わらわらわら。アイテムが、ありがとう。頑張って。いってらっしゃい。俺も頑張るよ。みんな頑張ろう。みんなで頑張ろう。うん。
RM さあ私もレンズの選択肢が豊富な 7i 欲しくなっちゃいましたよ。レンズの選択肢多いんすか？なんかその辺よくわかんないんすよね。アルファ7マウント付け替えられるっていうのは知ってたんですけど、その E マウントの利点が僕よくわかってないんすよね。なんか標準レンズしか持ってないし。でもやっぱり撮ってて思ったのが、もっと近づきたかったっすね。もっと12ミリで撮ってみたかったっす。35ミリだったんで、もっと近づきたかったっすね。もう M さんがもう近いよっていうぐらい離れてっていうぐらい近づきたかったね。クッてこうこのくらいの距離感だと思って、もうこの辺で撮りたいですね、うん、ピタッと近づきたい。モデル被写体に近づきたい、うん、DRM3 だとシグマ前の 28mm 良かったですよ。28だと物足んないですよ。 12mm から36が欲しいんですよ。もっとワイドが欲しい。12ミリぐらい欲しいですね。歪むだろこんなもんっていう。魚眼じゃねえかっていうぐらいの。ダメ。俺35でも全然足りないもんね。12ミリでもピッタピタに近づきたい。シグマの28っていくらぐらいで買えるんすか？M32 だと歪むかもですね。歪みますね。歪み好きなんですよ。アニメーションの影響かなり受けてるんで、魚眼のタッチでブワーってエヴァンゲリオンとかよくやるんですけど、ブワーって言って歪んでいく。M36 万ぐらいでしたね。ですよね。あ、そうだ。今日俺300万振り込まれんだ。そうだ。300万かどうかわかんないけど。エクスパンドサンスペースセンタースペース、うん、エクスパンドおはよう。おはよう。エクスパンドさん来た。来た。おはよう。いや、楽しかったな。LINEにもツイートしよう。 DRM3 それはすごいですね。ん？そうそうそう、映画の支援金が来るんだ今日。そう、振り込んだら連絡するって言ってもらえてて忘れてた。そうなんですよ。デスクと色んなところで。エクスパンドさん今日は広島でやられた人たちを追悼しようね。あ、そっか、今日そうか。今日は広島でやられた人たちを追悼しようね。カド放送局による追悼放送。追悼放送ね。何時に追悼すればいいんだろう。
クスパンドさん、今日は広島でやられた人たちを追悼しようへ、パド放送局による追悼放送、やられた人って、よってやられた人たち、やられた人って言い方よ。なんでやられた人って。 TRM さん、撮影スタジオを作りたくて、うん、今物件探ししてます。いいね、撮影スタジオ作っちゃうんだ。儲かってんな、おい。儲かってんな、M さん。行ってみてえな、撮影スタジオ作りたいっつって。そんな余裕はないって。生きてくのに精一杯、俺は。いいなぁ。そしたらお邪魔させてください、ぜひ。エクスパンドさんをはよ。TRM さん、イニシエ民家とかボロ物件を。いいっすね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。いいね。木漏れ日が差し込む感じの台所にね、木漏れ日がプサッと差す感じのね、いやー楽しかったなー、フォトセッション楽しかったな。じゃあ皆さん、僕は、作業終わったんでこれにて終了いたします。今日の放送、応援してくれる人ありがとうございます。また M さんとね、タイミングがあったらフォトセッションしたいと思います。モデル募集してますので、もし写真のご依頼とかがあれば、Twitter の DM か、LINE にご連絡ください。Twitter の DM と LINE は、僕のプロフィールページに書いてあります。ご連絡お待ちしております。じゃあ皆さん、おやすみなさい。また明日。お疲れ。